ははい皆さんこんこにちは村長です今日は先日からやってますシリーズの第2回目本当は3回なんですが一番初めはスタート編ということなんで今日が3回目ということになります前回はコードについていろいろやっていきましたカバー曲のコード譜を見ながら 今画面に見えてます一番上の方にありますコードトラックにコードを入れると演奏が便利になるという話だったんですけれどもその便利になるお話が前回は Ujam というのを皆さんは持っていないことも分かっていながらですねこういうのも便利ですよ。そして何がしてがか こういうソフトがなければ、時間ばっかりかかって、位置から打ち込むというのは、とっても大変ですよ、という話をしました。今日は、スタジオワン、この使い方を徐々に、どこを押せば、どんなことができる、とかいうことをやりながら、全体的な基本操作を覚えていきながら、今回は、オプションの音源ソフトなどを、 購入するこのように前回は尾崎豊さんの曲をですねコードを売ってあるわけですけれどもこれが準備ができていない方のためにここに A というセクションがありますよね準備ができていない人でも早速やりたいという方はこの GBmEm Am7 マイナの D7 これだけを入れてみてください入れ方というのはちょっとこの後ろの方に入れますここに入れていきますねカチ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 そして次はまたカチカチとしますが半分です半分の時は前回もやりましたようにこれにチェックが入っているということが前提でこの 半分のところにしましてもう一つカチカチこれでやっていきます先頭は G のままでいいですのでそしてここをカチカチっとしたら5度剣サークルが出てきましたので Bm これを選びましてそして次いきます Em ですはい次いきます Am に セブンスをつけます。そして次いきます。D7 このようにして4小節だけ入れてください。前回から練習をしている人はこの同じような小田豊さんの歌か自分の好きな歌手の歌それでコード進行が入っているというそういう話になりますが今日は 初めての方も含めて見てもらうためにここの4小節これで始めていいいきたいと思います。今突然行きましたのでコードトラックといいうのが出ていなかった方もおられます。コードトラックを出したり消したりはここの「+」プラスの横のこの3本線みたいなところを押すとこういうのが出てきまして「コード」というところを選ぶということになります。 これをももうう度度選んだら消えます、はい、もう一度出しますすはい出しこの状態でやったということでまずここまで僕と同じ状態にしてくださいいいでしょうかそして今度は僕の持っているようなこんなソフトは皆さんは持っていないということを前提にお話をします新しいトラックを作るというのはこの プラスのところを押すとこんなような画面が出てきます4つのこういうものがありますけれども皆さんが最初の頃主に使うのはこのオーディオとインストゥルメントこれですオーディオというのはマイクで録音をしたりギターをつないでギターを入れたりとかそういうふうなオーディオですそしてインストゥルメントっていうのは パソコン上の音源です音源のお話の中でこの右側のところにインストゥルメントというタブがありましてそこを検索をすると今僕のところではプレセンスというのが出ていますけれども、まあ、これを入れていくわけですここでインストゥルメントというのを選びますいろんな方法で入れることができますいろんな方法というのはもう5つぐらい このインストゥルメントを入れる方法があるんですけれども5つも覚えるのは大変ですので今はインストゥルメントは入れませんこのインストゥルメントというのを押して OK をするただそれだけですそうしましてこのインストゥルメントのところにプレセンスこれはプレソナスの中を開けるとプレセンスというのがあります これを今作った新しいところここころ、に入れれます。これはいっぱいいろんな音ができるソフトですのでここでピアノという名前にしておきます今マイクという名前になってますがピアノとこのように打ち替えますトラックはこのようにして名前を付けていくということになりますピアノとしましたからピアノの音を選びます 上のデフォルトとなっているところを押しますとリストが出ますその中に必ずピアノというのがあるはずですピアノというのを選んでそしてアコースティックピアノフルもしくはアコースティックピアノバラードどちらでもいいですここのものだったら好きなものでいいですのでどれかを選びましょう今回はバラードを選びますこのようにしますと とこういうふうにピアノの音が鳴るようになります。じゃあ、ここからです。このトラックの幅がちょっと狭いなとか思うときは小さなアイコンなんですけれども、この下のところに3本線みたいな小さなアイコンがあります。ここを押すと、このように、はい、拡大したり縮小したり、そういうことができるようになっています。 この程度ぐらいにしておきましょうそしてこの上側はいらないですいらないですが今のところは前回やったということでここで音が鳴りますイントロの部分だけ聞いていただきましょう前回まではこういうものをやりました はい、音源ソフトがあればこういうようなことが簡単にできます打ち込みというのをしなくてもできるというのが前回までのお話でしたでも皆さんは今のところここのソフトを持っていないなとが前提ですですからここのピアノという今入れたところだけお話ししますですから他のものは全て「M」というこれ「ミュートという ということはもうこれを再生しても音は鳴りませんミュートにした時はこのミキサー F3 これを押してですねこちらででもミュートをしないといけない場合がありますですからこちらもミュートミュートミュートこんな風にしておきます今これだけでですので ちょっとこれで再生してみましょう。はい、再生中ですが何の音もなりません。はい、この状態でいいわけです。そうしまして、まあ、ここにあるわけですけれども、もうコードが入れてある人はここの中でやっていただいて大丈夫です。コード入れていない人のために先ほど新たに入れたここですね。そしてこの一番下 ここでお話をしていきます。応用を一つ言います。左端の一番これですね。これを選ぶと、このようなトラックのリストが出ます。ここで使わないものは、この丸ですね。これを消していくと、一時的にトラックが消えてくれます。この一つになっている方がわかりやすいですよね。 ですから、ここからスタートしましょう。今度は、ここに、いわゆるミディの打ち込みというのをするわけですけれども、こう見ましたら、ここだけが一小節に二つのコードチェンジがあります。ですから、ここに、アルペジオという、ドントンチャンチャン、ドントンチャンチャンみたいなものを入れます。それはどうするかというと、上の 鉛筆ツールこれを持ちまして箱を作りますその時にこの半小節の箱をこのように作りますいいですかここまでそして矢印に持ち替えますこうやって今マウスで持ち替えていますけれどもコンピューターのキーボードいわゆる左の方のところから1 2 3シート 横に並んでいるキーがありますがそれを押すとこうやって123456というふうにこれに対応して道具が選べますから1にすると基本の矢印ツールになりますそしてここでこれをダブルクリックしますすると下にミディピアノロールが来ますけれどもこの時にギュンと 上げるとこのエリアが広くなりますそうしまして今度はここもですね僕のように老眼だともうちょっと幅が広くないと見えぬくいんですねそういう時はコントロールを押しながらこの鍵盤のところでマウスのホイールをグリグリすると広くなったり狭くなったりすることができます皆さんはこの C3 とというのが見えるところここぐらいをめどに開けておいてくださいもしずれてる場合は今度は何も押さないでマウスのホイールを回すと上に行ったり下に行ったりしますのでこのようにして見ておきましょうそして場所の移動はこの小説番号が書いてあるメモリのところをこうやって押すと 上に上げると狭くなり下に上げると広く拡大されますそしてここの右側のところでこのマークですねこのマークを押しておくと上と下が同じ場所を選ぶようになります今37小節ですから上も下も37小節が見えてるということになりますそして波長長の ドレミファソラシドというのがありますけれども C のコードっていう一番基本になるコードというのがありますそれはドミソの和音です C のコードイコールドミソの和音ですそれでアルペジオを書いていきましょうその時に今回はこのクオンタイズというところを今のように 分のととなっているところを選んでおいいてくださいこうしましてまず C3 の位置に1本200分をこのように線を引きます。同の音を200分入れたわけです。次は右の音のところでカチンとだけでもいいし今と同じように引っ張ってもいいです。はい。このように 分のの長さが入りましたそしてド「ドミソ」ですからここのところにもこう入れましょうそうしまして次の8分の1の白は今度はこの「ソ」と「ド」とそしてもう一つ「ミ」と「ソ」ド「ドミ」「ドミソ」と同じ意味なんですが ソ・ド・ミを押しましたそしてもう1回同じようにここでミとそしてソこんな風に打ってくださいもう難しいことは考えなくてド・ミ・ソの和音でアルペジオを入れるというのがこの方法です もうちょっと音域を変えるとかいうこともあるんですが今はあまり難しいことを考えないで僕がやった通りにしてくださいただ一つ疑問が湧きますここは C のコードじゃなくて G のコードのはずなのにどうみそうでいいのという疑問が湧いた人がいますがいいんですそれはこの後解決します このようにしまして、ちょっとここでピアノロールを閉じましょう。この右側のところにバッテンがありますので、バッテンで閉じる。もしくは、これはファンクションキーの2番を押すと出たり消えたり、このようになりますが、ちょっと消しておいてください。今度は、はい。たくさんコードを打ってある人は全部やってくれてもいいんですが、 今4小節分だけあるんですがこれを複製します複製はキーボードで D のキーを押すとピッピッピッとこう複製できますですから C ばっかりがここに8つ並んだわけですねそうしましてこのトラックを見てそしてこのトラックを インスペクターというのが出ていない人こういう人はこの I というのがインスペクターですこれを出してくださいそしてこのトラックを見ますとコードに従うというのが見えるはずですここで今はオフになっていますがこれをパラレルにしてください他のものも選択肢がありましたが今はパラレルというのを選んでください そうしますとそれだけで上は GBmEmAmD7 になってるんですがこれが自動でちゃんとコード変換ができたわけですですから僕はプロフェッショナルバージョンというのを購入してくださいとそうしないとですねそれ以下のバージョンではこれができませんこんな簡単にできるわけですから プロフェッショナルバージョンはプロのためにあるんではなくて何でもできるバージョンですという意味だと捉えてくれるといいと思いますこれで鳴らしてみましょうこのようにアルペジオができたわけです。 これだったら他のコードを入れていっても自動的に追尾してコードに従ってくれてアルペジオできるから打った分というのはこの半小節分だけこんな風に打ち込むとこのように変化できるわけです。それでは一旦「コードに従う」をオフにしますそしてこの1つ目これをダブルクリックします。 大きくしますそしてこれをちょっとですね変えたいと思いますこれを半分にします半分にしますので16分になりますからこれを16分にしないとうまくやりにくいですはいそしてこのようにしますどうなったか というのをを結果を見てみますはいタタタンとなりましたこのように部分的な変更を加えてもう一度並べ直すというのもいいでしょう例えばこれをとびとびに並べてみましょうこういうのをコピーするときは「 Alt を押しながら引っ張るとコピーが可能になります。これでちょっと表情が出てきます。もう一度コードに従うに変更します。そして聞いてみましょう。 にやっていけけるわけです。またファンクションキーの2番で消しますこういうことでやっていけばトラックメイキングが初心者の人でもちょっと勉強するだけでできると思いますじゃあこれにストリングスをつけてみましょうまた先ほどと同じようにプラスでインストゥルメントを入れます今度はこのように入れまして ストリングス、そしてバイオリン、そしてバイオリンのフル。このようにしたいと思います。そして上のコードトラックから下に引っ張ってきます。これでちょっと鳴らしてみましょう。 こんな風にできましたね。ちょっと音が高いなと感じました。今度は少しまたワンポイント。今こうやって小節ごとに分かれていますけれども、これをひっつける機能があります。G、グルーの G を押すとこのように一つになりました。これを見てみましょう。僕はオクターブが高くてピアノとかぶったという感じに聞こえましたので、 これををオクターブを下げたいいと思います。このように全部を選択しまして、オクターブ下げるのはシフトと矢印の下。これでオクターブ下がったわけです。じゃあこれで聞いてみましょう。 このように入力ができました。今度は買うという意味で言えばとっても安く買えるソフトをご紹介したいと思います。それは Expand2 というエアーテクノロジー社のソフトです。ブラウザで検索をしてみましょう。Expand と打ちます。そしてびっくりマークの2。ここにありますよね。 これを選択しますするとこのような画面が出てきますいろんな情報があるんですけれどももうキャンペーンは今一旦終わっていますが6月1日夕方までということでこれをちょっと見てみますと Air Music t e c h n o l o g y Sale ということでこれをクリックしますセールが終わっていたのですぐは出てきませんここでもう一度打ちましょう エクスパンド一番先に出てきますよねこれを選択しますこれは今見るとですねそこそこ高いソフトなんですけれどもキャンペーンの時は1500円ぐらいとかそんなような金額になったりしますもしくはこれと組み合わせでいくつかのソフトで3本で5000円とかそんなような価格ですこのエクスパンド2というのはとても 色合いがたくさんありまして昔は ProTools というプロ向けの DAW に載っていたソフトですこれが別売りバージョンとして今市場で出回っていますが低価格で初心者の人が使いやすいソフトとしては皆さんにこれをご紹介したりしています でも、この2万円の時には買わないでください。キャンペーンがある時はまた僕の方からお知らせもしたいと思います。このソフトを入れてみたいと思います。ファンクションキーの2番を押しまして、そして先ほどからインストゥルメントトラックを作ってから入れていますが、これはもう少し便利な方法があります。ここに Air Music Technology というのが A から始まりますので一番上にあります。そこの中に Expand2 というのがあります。これをこの左のエリアに持ってくるとインストゥルメントがこんな風にワンアクションで入れることができます。これはとっても音色が色々あります。ちょっと試しにやってみましょう。この MIDI のデータを Alt を押しながら複製します。 そうしましてこの小説番号の上の部分をこのように選択をしますそして点キーの上のスラッシュを押すとこのようにループを作れますこれで音が鳴るようになりますちょっと最初にですね分かっている範囲でこのようにリストを選びますここにシンプルアルペジオ マルチトラックアルペジオというのがありますのでこれで一番上のものもを選択したいいと思いますそしてここから順番にここの矢印のところで良さげなものを選んでいきましょうちょっとこれだけをソロにしますソロにするというのはこのトラックだけを聞くということですはいこんな感じで。 ドラムの音も入りながら演奏ができます変えます はい、これでちょっと聞いてみましょう最初からミュートの部分を外しますのでこのソロを外すと全部が鳴るようになります <music> こんな形でできる 音源があります。これが1,000円2,000円で手に入ったらとってもバリエーションが多くていろんなものに使えますのでとってもおすすめできる音源の一つです今日はピアノの音源でアルペジオを作る方法それにストリングスを追加したやり方そしてキャンペーンの時ならとっても安い音源ですけれども ものすごく表現力のある Expand2 というソフトウェアをご紹介しながらトラックを仕上げていく方法の一つの例ということで第3回目の講座はそんな内容で進めさせていただきましたまた次の機会をお楽しみにしてください村長スタジオでした